今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自分のパジュラを。蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らない。お前だけれど吠えろ前期前期。いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に。そうさ前期前期。その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオンバジュラオンバジュラオン。スヌ様、前期殿は元気でやっておられますぞ。今を遡ること1300年余り、この世に生を受けた縁の行者オズヌは、我は人々を救うべく天より使わされた者なりと産声で申されたという。やがて鬼神使役の術を会得せし、若きオズヌはその言葉通りこの世のあらゆる邪悪と戦う真の自立者となりて地上に君臨。その元力の前に時の朝廷まるで歯が立たず、群がる猛者ども野人どもバッタバッタなぎ倒され。こないだも見たよそれ。いつ？こら煩悩症、また子供たちからお小遣い巻き上げてるの？何を？いや、わしゃ子供らの上層教育のためにじゃが。このお姉ちゃん知ってる。前期とお友達なんだよ。すげえ。そうすげえ。どうやって前期動かせるようになったの？教えて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 。いや、まだ完全に操れるわけじゃ。いいじゃん千秋、話してあげなよ。うん、私も聞きたい。参ったな。こりゃ千秋、人の商売の邪魔を。和尚様は黙ってなさい。そういえば初めて前期を召喚してまだ3ヶ月しか経ってないんだ。もうずいぶん昔みたい。前期はね、もともとうちの山門にある石柱に封印されてたんだけど、そう、あの日縁の呪法堂に変な山伏の二人組が忍び込んできたの。その二人、奥者に大切に封印してあった憑依の実を奪いに来たのよ。やったぞ。これで闇の力は我々のものだ。これは愚かな何者かが憑依の実の封印を解き放ったのじゃ。憑依の実の封印で、そいつらに身に憑依されちゃって私たちに襲いかかってきたの。何せ私、憑依獣なんて見たのその時が初めてだったから怖かった。もう死ぬかと思ったんだから。長きの封印、口惜しかったわ。今こそその恨み晴らしてくれるわ。助けてー。だけどその時突然私の腕にゴホーリングが現れたの。何が何だかわからないまま、とにかく先ばあちゃんに言われた通り無我夢中で鬼神召喚の秘事を唱えたんだ。千秋の腕にゴホーリングが。千秋、しっかりしろ千秋。これは今じゃ。千秋、そのリングをかざしお坊星を描いてこう唱えるのじゃ。我とくる不動の縛り、前期召喚。ええ、我と来る不動の縛り。
前期召喚。言い伝えには、この世に災い現れし時、魔法のリング輝き鬼神前期現るとある。そしたら、なんと伝承にある前期が三門の鬼神像から飛び出してきたんだもん。もうびっくりだよ。自由になれたぜ。ばあちゃん、これがうちの守り神なの。確か前期様は鬼神の中でも最も猛々しい方のはずじゃが。そんな。知ってる、私呪文知ってる。なぜ我と来る鬼神の呪縛。我が血を引きし者よ。バジュラの力はお前の心の中にある。ホズネ様、我特る真の呪縛、美女の刃の空城半半熟バジュラオンオース、限定せよ、何時全期。前期、ここに現臨。これが前期の本当の姿。見せてやろうか、俺様の角、金剛角だ。ところがこいつ、伝承とは大違い。人間の味方どころか、凶暴で残酷で、とにかくとんでもない鬼だったの。これは、あまりといえば、なんと凶悪ね。うめえ、1000年ぶりの味だぜ。これだから憑依獣との戦いはやめられねえ。さてと、封印は解けた。オズルのジジイも今はなし。ということは、誤報リングを持つこの女を殺しちまえば、俺様は自由の身ってわけだ。ちょっと、あんた何言ってんのよ。女、死ね。ゴホーリングには前期の力を封じる機能も備わってたってわけ。あの時、オズヌ様がずっと昔から私のことを見守ってくれてたんだって分かって嬉しかったな。我が血を受け継ぎし者よ、この世に災いの種は尽きぬ。我が式神前期を使いて悪と戦うのだ。オズヌ様、冗談じゃねえ。俺様はこの世で最強の鬼神前期様だぞ。こんな女に使われてたまるかってんだ。何よ。びっくりしたら。そんな強い前期を自由に動かすなんて、やっぱお姉ちゃんすごいよ。チビ前期って結構可愛いよね。そうそう、とんでもない。こら、この癖で。なんだよてめえ、ちょっと見えちまっただけじゃねえか。着替えてるところを覗くなんて、
てめえの貧弱な裸なんか見かかるかよ。俺様を見損なうなよ。なんですって。よくもそんなこと。もう許さない。この人間なんかに使うもんかよ。これも違う。これでもね。話しやがれ。俺様は腹が減ってんで。何わけのわかんないこと言ってんのよ。やめなさい。前期殿、ここのものを壊してはなりませぬ。話せってんだ。さて晩御飯の支度。どれも皮はまずいけど中身はいけるぜ。本当にあんな子に暮らしバカ鬼ったらないよい。うわぁ、前期殿、商売もになっちゅうこと。うわぁ、桃姫、前期、あんた一体いつから。食い物が俺様を呼んだのさ。まあ、なんということ、天神坊め。あの小娘、先日も新しい技を使いよった。いよいよ油断ならぬ事態になってきたか。ん？ふん、血のみ米、まだ国もつかぬ恨み事。カルマ様、あなたは邪道士のうちでも最も秀でた呪力を有する者。まもなくその力が必要とされる時が来るかもしれません。なぜだ、なぜ暗示ばかりにカルマ様の慈悲や寵愛が注がれる。邪念め、まだ私につきまとうか。落ち着け。カルマ様のおっしゃられた私の秘められた力を、力を。ハジュ、貴様誰。影荒野の三木相馬だ。忘れたとは言わせねえぜ。アンジュ、今のは一体。死んだてめえらのよさねえか、こら。わかった、こういうやつなのよ。いくら前期様でも盗み食いはいけません。いい加減にしろ。あにゃい、千秋、早く封印解きやがれ。式神のくせに反抗ばっかりするからよ。おめえ様はおめえの式神じゃねえ。まだ言ってるわけ。ちょっと千秋、もっと落ち着いて聞いてよ。二人とも。はい。この前、幼馴染のナミちゃんの誘いで一緒に温泉に行ったんだけど、そこにも憑依獣が現れちゃって、私たちが戦っている間にナミちゃんが敵に捕まっちゃったの。その時私、前期にナミちゃんを助けてって言ったの。なのに、あれは吸血ヒルだ。さっき倒したやつは本体じゃなかったのか。俺の憑依獣は不死身だ。貴様らがいくらあがいたところで私にはかなわぬ。人間がうぬぼれんじゃねえよ。ダメよ前期、マジュラが通じないのよ。戦っても叶いっこない。今はナミちゃんを助けて。うるせえ。最強の鬼神たる俺様が尻尾を巻いて逃げるような真似ができるか。ダメ。前期が私の言うこと聞いてくれなかったばっかりに、ナミちゃんが犠牲になってしまったの。クソ、しぶねむかい毒蛇女。なんですって。ごめんね、ナミちゃん。私がもっとしっかりしていれば、こんなことに。ちゃあ、いつまでもピーピー言ってんじゃねえよ。少しはあのグレンとかいう野郎と戦う方法を考えたらどうだ。何よ、あんたが戦うことしか考えてないから。私の言うことを無視するからこんなことになったんじゃない。うるせえ。自分じゃ何もできねえくせに偉そうにしやがって。てめえのお腹ごっこに付き合ってらんねえよ。
てら何すんだよ。あんたがそのつもりならもういいわよ。何だってんだよ。どこへでも行けばいいでしょ。あんたなんかもう知らないんだから。ちょっとで、こっちだってその方が先生すら。あばよ、身の程知れってんだよ。何よ、なんか文句ある？こいつ、一丁前に自分一人で戦うなんて抜かしやがんの。ちゃんちゃらおかしいぜ。何だすっか。俺様なしじゃ何もできねえくせによ。何よ、あんたが人のこと言えないでしょうか。鬼神の貴様を倒してこそ俺の力がカルマ様に証明できるというもの。同日型の貴様に用はない。バチは恩悪だ。俺様を元の姿に戻せ。俺様の声に応えろ。くそ、やっぱりあの女じゃねえとダメなのか。あんね、惜しい。手間のかかるうつけだぜ。貴様が死んちまったら俺様は元に戻れなくなっちまうだろうが。前期、よくも私の美しい顔を。俺様を早く召喚しろ。よし、行くわよ前期。我と来る真の呪縛、奇獣の刃に封じを発揮。して二人のパートナーとしての絆がより深まったというわけか。よかったね千秋。冗談、なんでこんなやつがパートナーなのよ。そいつは俺様のセリフだ。鬼神前期、ここに元臨。やっと現れたか鬼神。今度こそとどめを刺してやる。うつけが、そう何度もやられてたまるかよ。こっちも忘れてもらっちゃ困るぜ。何人で来ようが同じことを。命令違反を犯してまで戦いを挑むなんて、お手並み拝見といきますか。うりゃー、愚か者が。ゼーママハパリタ、バザラダンカン。冥府の王よ、闇の星よ、光を封じる盾となりて我を守れ。まだわからんのか。この逆五芒障壁のある限り、貴様らは俺に指一本触れることはできん。今度はこちらから行くぞ。ウトーベ。前期、何とかしなさいよ。やれ、決勝勝ち。これじゃ、ラチがかねえ。手も足も出ないではないか。鬼神など、恐れるに足らず。どうすればいいの。我が血を受け継ぎし者よ。この声は、オズヌ様。心の目を開け、そしてそこに浮かびし呪文を唱えよ。心の呪文。同志と鬼神の心が一つとなった時、より強力な武器が使えるようになる。心を一つに、そして私の心に浮かぶ呪文。前期、行くわよ。火炎樹。はぁ、炎王閣。何、我が金剛閣に炎よ宿れ。どうか将来火炎王陣。どうか将来火炎王陣。何、
ったく、いい加減ご主人様に対する態度を覚えたらどうなの？誰がご主人様だ、誰が？ふんだ、この平凡式神。式神じゃねえっつってたろ！おのれ。これから戦いはさらに厳しくなるやもしれん。どうかあの子におずぬ様のご加護がありますこと。さきばあちゃん、ただいま。あちやがれ千秋、俺様をご。きっとね。